ISA が仕掛けた爆薬が保管庫の爆破によって作動し始めた。施設が制御を失っている。だがグレイは死に、ウイルスは貴様の手にある。生きてそこを出たければ少年を見つけてウイルスともども連れてこい。部下が内部の ISA を掃討する間デッキで待っている。通信妨害探知。横やり失礼するようだな。警告しておくが、クラーテックは必要なものを手に入れたら直ちに君を殺すだろう。彼もグレイに劣らず行かれてる。生物兵器を手にしたら使うだろうな。戦争が瞬く間に終わってしまい、勝機を逃すことになってしまう。だが少年を救出してウイルスを破壊してくれ。取引をしようじゃないか。グレイは保管庫に向かう際に少年を外に残した。護衛は爆発で始末できたが、イントルーダーも破壊されてしまった。着艦デッキでクラーテックのドロップシップを奪い取るんだ。そこから出る唯一の方法だ。簡単にはいかないぞ。クラーテックが追ってをよこすだろうし、そこはもう墜落寸前だ。割に合った話だろう。こうすることでどちらの陣営も負けず、我々は大儲けだ。用心しろだな。そこには味方は一人しかいない。しかもそれは10歳の少年だ。施設の前方にある着艦デッキに向かうんだ、ダナ。こちらから扉を開けるぞ。追跡装置を妨害したが、奴の部下がお前を追ってきた。急いだ方がいい。ダナーが殺されたかと思うと怖くて。でも、よかった。何か聞こえた。
さて、ようやく持ってきてくれたな。だが報酬はなしだ。裏切りの代償を払ってもらう。落ち着け、ダナ。うまくやれば生きて帰れるぞ。ガキとウイルスをよこせばな。ダナ。グレイは乗客だった。だがもっといい方法に気づく。ガキとウイルスを市場に出して高値で買うやつがいる。戦争はそいつらに任せにさ、金持ちになっていいじゃないか。ガキを渡せよ。あ、マジかよ。クソ野郎どもが本当にやりやがった。報復せずに自分の町を吹っ飛ばすか。テルガスとも ISA も
ずくで奪ってみろって感じだな。また落ちてきて正解だぜ。下に隠れてる。
検査システム使用可能。カルパス起動。撃つんだ。破壊され戦争は続く。リサリが ISA から盗んだ核はパンチが効いてるな。しかも戦争で薬の売り上げも天井知らずだ。取っておいてよかった。ちなみに薬だけじゃない、今回の戦争は長引くぞ。つまり大きなチャンスだ。レノアが傭兵市場を独占していないならなおさらだ。君自身もだいぶ好き嫌いは分かれるようだな。というわけで君の痕跡を消しておいた。時間稼ぎになるだろう。そうすれば坊やはただの坊やに戻れる、多分な。そして君はまた戦う。金のために。